ぎゅっと星川さんの抱きついてくる腕の力が強くなった気がした。それじゃあ、これからは、先輩ですね。先輩呼び来たよ <laughs> ついに顧客リストから脱却したよ、主人公。あ、あ <laughs> よろしくお願いします、先輩。やったぜ <laughs> 今日のイベント、天候漏れだったぜ。明日おごる雨になるけど <laughs>。そうして抱きついてきて。で、当たってる当たってる。 手中腰でも、服腰でも分かる感触が当たってる。星川さん、そんな思いっきり掴んでこなくていいから。いや、これが後輩キャラの夏木き,きっかけってことか。やっと甘かの始まった感じがするね <laughs>。小春です。はい先輩なのに、星川さんなんて、行々しいですよ。名前で呼んでください。いや、この顧客リストから抜け出した喜び、熱いな <laughs>。<laughs> なかなか主人公も手が早いもんだね。それにしても。ああ、それじゃあ、小春ちゃん 耳元で叩かれてしまう。いや、ちょっとエロいんじゃないのこれ、完全に。もう彼女、小春でいいべ。その時は、なんだかとても暖かくて、くすぐったくて、うわ、なんだこれ、すっごい恥ずかしい。ドキドキと、うるさいぐらいなる心臓の音が、この子に小春ちゃんに聞こえそうで、それが一番心配だった。先輩、先輩か。これは小春視点って感じかな相変わらず甘角のアイキャッチは分わかりづらいな。落ちないように、ぎゅっと抱きつく。<laughs> なんか、すごく暖かくて、安心するなぁ。それはお前が凍え切っていたせいだ <laughs>。人肌が恋しくなっていただけなんだよ。本当は足をひねった時、痛くて寒くて、すごくすごく怖かった。私、一人ぼっちみたいで。だけど、助けてくれて。どうして助けてくれたのかなそれはお前がメインヒロインだからや <laughs>。攻略暴力できるかもと思って主人公も声かけてくれたんだよ、きっと。先輩の家って、きっと温泉街から離れてるよね。なのにわざわざおんぶしてくれて、送ってくれて。嬉しいなぁ。暖かいなぁ。 なんだかドキドキする。その音が先輩に聞こえないかすごく心配。いや、お前の脅威じゃ大丈夫だよ <laughs>。一生届かねえ音だよ。お兄さんって、こんな感じなのかなその胸の高鳴りもすごく心地よかった。 ただいまー切なだったな。<laughs> もうちょっと小春の心情を知りたかったな。すっかり遅くなってしまった。まあでも小春ちゃんを無事遅れたし、一安心。おかえりー。遅かったねー。あ<ろ>外で待ってることある <laughs> ただいまーっつって扉開けた音したんだけどな。<laughs> 俺の顔を見て、出迎えてくれた先輩が一旦引っ込んで。うん雪まみれじゃない。どれだけ外にいたのよ。あーすみません。ゴシゴシと持ってきたタオルで頭を拭いてくれる。なんだかされるがままになってしまう。<laughs> し 仕方ないなぁと言って俺の頭を拭く先輩は楽しそうでいやこのヒロインによってお兄ちゃんに見えたり弟に見えたりっていうのが忙しくて楽しいですな <laughs> ここら辺ための巫女姫がどう動くか楽しみだけどある意味でな、なんで笑ってるんですかどうしてこんなに遅くなったのかなって思っていや別に本探してて本本ねえな、なですかコハちゃんちゃんと送ってきたんでしょお疲れ様なんで知っとる <laughs> この名指しでって連絡でも言ってたな、どうして知ってるんです <laughs> はちゃんとメルタマだもんいや、知らねえし <laughs> 聞かされてねす。し、その事実。と、そうなんですかじゃあ、俺のこと。うん。話題にさせてもらいました。で全部筒抜けだったのか。お兄ちゃん頑張ったねー。やるじゃない。お姉さん、感激しちゃうあ、やっぱそういう風に見られてるんだ。いや、いつか弟から男という風にシフトチェンジしたいところだね。からかわないでくださいよ。そのままお姉さんに頭を拭いてもらって。あれ先輩がけに近い。整った目鼻立ちに綺麗な肌がすぐ近くにある。そして瞳も、左右違う目の色は、やっぱり珍しい。 すんのかていってもカラコン入れてるとかそういう裏事情うんでも左目ちょっと反論できないからってあんまり見つめられると困っちゃうなああーすみませんそういうわけじゃ慌てて距離を取るま、風邪ひいたらことだしお風呂沸いてるから入ってきなさいなついでに入ってきなさいやあんたもなんそのつき話すような言い方するそうですねありがとうございます先輩の言うとおり風呂に入ることにした <laughs> 慌てちゃった。 <で>アナザービューがコロコロ変わるな <laughs>。忙しいな。いちいち説明しなきゃいけないから。こたつに戻って、戸惑った彼の顔を思い出す。おはちゃんの命令で知っていたけど、それを言わないあたりは、なんとも謙虚だ。いや、ここはちょっと男の株が上がったんじゃないか主人公これで後輩助けてきましたドンみたいな感じだったら、そこまでなびかないだろうけど。<laughs> でも、かっこいいというよりも、動揺した顔は、実にからかいがいがあって。えー、<laughs> まだ男としては見られない真面目なんだから、かわいいな。 思わず込み上げてくる笑いとともに入れたお茶をするのだった。あれ朝肛門までやってくると、門の前で学生たちが何やら、数人でワイワイやってる。その手には、雪かきのしゃべりやら、スノーダンプやら、もしかして雪かき。というかこの道具で、雪片付け以外っていうのも考えづらい。ん、っしゃ。あ、みこ姫が率先して雪かきやってんのね。それはみんなも手伝わなきゃいけないよな <laughs> <laughs> 美子姫。ふふふ。みこ学生の中に混じって揺れる、特徴的な黒髪。間違いなくみこ姫だ。彼女も一人、祝々と雪片付けをしている。朝からよくやるな。神社とかお寺って朝早いって聞くけど、そう思いつ,つ、拷門に入り、 戻る。巫女姫がいるのに気づいて挨拶しないっていうのもなんだか居心地が悪すぎる。あ、ここで巫女姫フラグも立てていこうとね。ここ最近の主人公忙しいね。<お>あの、おはよう。え,えじゃねえよ <laughs>。<laughs> おはようって言われたらおはようって解散かいボケ。巫女姫が目を丸くして。お、おはようございます。なにそのしょうがないからみたいな感じ <laughs>。すげえ気になっちゃうんだけど。